ってきましょうか。そして、現在の進捗具合としましては、こちらでございます。いやー、ようやく終盤ですね。で、今日の動画の内容としましては、久しぶりに空間島に戻りたいと思ってます。で、これがなんでかっていうと、今から行きたいところとしましては、えっとね、大プニ玉かな こちらをゲットしようと思っておりますので、デカプニを倒しに行きたいと思ってます。で、今からですね、ちょっと具体的な場所をご説明していきたいと思っているわけですが、ちょっと間違えましたね。ここら辺か。ここかな。で、このあたりなんですが、場所的に言うと、ここかなおそらくここかと思いますので、 マーカーをね、つけて行きましょうか。では、近くのランドマークに飛びましょう。で、具体的にこちらですね。で、ここをですね、左の方に行けばいい感じか。よし、ということで、西に向かいましょう。そして、もしよろしければ、このタイミングで高評価、そしてチャンネル登録をよろしくお願いします。で、デカプニを倒すことによって、なんとね、確定で、 ダイプニダマって呼ばれるものがもらえるんですよ。で、それがね、欲しいので、わざわざ今から行こうとしているわけですね。で、ちょっとお待ちを俺は今どこにいるんだちょっとお待ちくださいな。えー、っと、今が行こうとしているところはここか。なので、こっちですね。こっち こっちから迂回していきましょうやめてー来ないでねー。雑魚手に、雑魚的には興味ないよ。で、えっと、ついでに採取もしていくと。で、採取もしていって、で、ここですね。これ、あれこれいけないのいけるでしょあれいけないのちょっとお待ちをえ嘘マジ言ってるえ、これどうにかしていけないの ジャンプとかでいけないのかえ、これマジでいけるでしょよいしょ。よいしょ、いけた。<laughs> あれなんかライザージャンプできなかったっけなんかあれぐらいのところだったらジャンプでいけそうな感じがしたんだけどいけねえのかオッケーオッケー、いけたいけたいけた。ジャンプっていうかあれだな。ぶら下がりか。ってことで、とりあえずここまでやってきました。で、そこの上側だな。 で、ここで、ここの上か。俺もちょっと初めて来たな。で、ランダムクエがなんか発生しとるが、それは無視して、おおお何これちょっともらってこうか。お全然いいものじゃなかったけど。ああ、これはまあありがたいか。ってことで、オッケーオッケー。 工場ケース。で、プニたちがおるわけだが、デカプニ玉はどこだデカプニ玉じゃねえな。奥の方か。あ、いたねいました。デカプニくんそこか。そこにおりましたか。ここだねめっちゃ上かりにくいけど。おい来たねボス戦 ちょ、こいつ戦っていこうか。で、こいつを倒すことによって、レアアイテムである、ダイプニダマっていうものをもらうことができます。で、確定ドロップなので倒していきましょう。<laughs> で、なかなかこいつが強いんだよな、多分。そう、なかなか強いんで、頑張っていきましょう。なるほどなぁ。 なんかかわいそうだけど、ボコっていきましょう。で、このダイプニーダムの使い道としましては、プニレザーの生成に必要でございます。で、このプニレザーっていうのが結構レアなんですよね。なので、チェインクログクの作成に必要なプニレザーっていうところで、こちらをですね、皆さんゲットしていきましょう。いやー、これはね、非常にありがたいよ。ってことで、リハイテム。えっと、あれ プニプニ騙しくもらえなかった。マジで。あれこれ2体いるってことああ、2体いるのか。ってことで2体倒さないといけないってことかね、これは。ぽいっすね。あれ ?1 匹かと思ったら違ったわ。2匹いるのか。アイコン消えてなかったもんね。ってことで、とりあえずこいつを倒していきましょう。うわ、かわいそう。かわいそすぎるー。 かわいそすぎるー。かわいそすぎるー。ブレイク状態に陥っている。これはひどい。これはひどい。これはひどいぜ。これはひどいぜ。これどう無理かあ、いけましたね。よしよしよし。殴って殴って、デカプニ玉をゲットしていきたい。これ確定ドロップじゃない。 あれマジか確定だと思ってた。違うのかこれ。か、2体倒して2体目で確定ドロップか。どっちなんだちょっと初見だからわからないけど。で、どうすかおー来た大プニ玉。まあ、デカプニ玉か。デカプニ玉ゲットしました。ということで、OK。ついでにペンな、ペントナイトか。これもかなり重要ですからね。 いいね。ってことで、今度はこれをいただきましょう。さあ、ってことで、まあ、いいんじゃないですか。よいしょ。これで OK と。まあ、そんな感じでございますね。で、ついでに鉱石ももらっていきましょう。ってことで、レアアイテムをゲットすることに成功いたしました。で、ボスのアイコンが消えてるから、やっぱ2体討伐しないといけないのか。で、次ですね。 えっとね、えー、っと、クレリア地方ではなかった空間島。で、またまたですね、ちょっと行きたい場所があるんですが、ちょっとここで合ってるよな。ここで合っておりますかね。で、ここで、えー、っと、どこだっけなここか。 確かここだったと思うわ。で、これね、過去にもゲットしたんですが、ちょっともう一度行きましょうか。で、具体的に今からですね、どこに行きたいかっていうと、こちらでございます。で、これなんだけど、まあ、先ほどですね、先ほどっていうか、ちょっと待てよ、なんかバグってる。えっと、この流脈と石板かな で、今これをやっているところなんですが、えっと、これをクリアするのに、えっとね、なんかリアアイテムが必要だったんですよ。名前なんだっけなーちょ、忘れたなままあ、多分タイトルに載ってると思うんですが、ちょっと名前忘れてしまいました。で、こいつから、えっと、確定でドロップできるアイテムがあって、で、それを使わないと、えっとね、クリアできないんですよ。で、場所がここなんですよね。 で、他には、えっと、ハンマーかなハンマーの芯を作ることによって、まあ、ゲットすることもできるんだけど、ただこいつをね、ぶっ倒す方が楽なんで、できれば、こいつをね、ぶっ倒してゲットしていった方がいいのかなっていうところ。で、こいつを倒していきましょうか。えっと、アイテムなんだっけなーちょ、忘れたなあれだえっと、創生の逆歳しか。こいつを倒すことによってゲットできますね。 で、さっき言ったところが、えっと、川沿いの岸壁っていうところなんだけど、そこからね、迂回していただくと、すぐに、この、コロッサスゴーレムっていうのがいるんだけど、こいつを倒すことでゲットできます。で、一応こちら、ボス的っていうか、中ボス的な、ね、役割を果たしてくれるモンスターっていうところで、まあ、そんな強くはないので、倒していきましょう。あ、これ、ごめんなさい。これ確定じゃないんだ。えこれ確定じゃないの確定だとわんで思ってたわ。 ということで、えっと、一応こいつをね、何回か倒せばゲットできると思うので、ぜひ皆さんゲットしてみてください。それなんだよなまあ、ハンマーの芯を作るっていうのもいいんだけどさ、結構ハードル高いから、まあ、できればこいつ倒して粘った方がいいのかなと思いました。まあ,あくまでこれ個人的には見解なんで、参考程度に受け取ってください。まあ、そんな感じでしょうか。いやーけど、なかなか大変ですなぁ、これ。 ってことで、えっと、メインストーリーの順番、こちらか。よし、こちらに一回戻りましょう。ってことでお疲れ様でした。今日の動画一旦終わりましょうか。最後になりますが、チャンネル登録と高評価、ポシッとお願いしますね。ではまた次回の動画でお会いしましょう。じゃ、あのー。